番組からのご案内です。この宮脇チャンネルかっかりを YouTube でご覧いただいている皆様、ここら辺にあります宮ちゃんマークをクリックしていただきますとチャンネル登録ができます。チャンネル登録していただきますと、この番組からの新着案内、また突然始まる生配信と呼んでおりますライブ版のご案内が届きます。お題はもちろん無料です。チャンネル登録よろしくお願いします。はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。このシーズンのテレビドラマで最も話題を集めていると言って過言ではないのが、 TBS の不適切にも程がある。人気脚本家工藤官九郎さんによる作品で、略して不手ほどなどとも呼ばれて、今から不手ほどロス、まあ、番組が終わった後にですね、不手ほどロスが起こるんじゃないかと噂が出ております。この不手ほどについて面白い考察を見つけました。3月15日に配信された日刊スパン、こちらの記事です。不適切にも程がある、コア視聴率で1位、急増するタイムリープ作品が若い世代に歓迎されるわけ。放送コラムニスト高堀冬彦さんによるもので、彼はスポーツ日本やサンデー毎日で記者をされていたようで、お生まれは1964年といいますから昭和39年前のというよりも昭和時代の東京オリンピックの年にお生まれのようです。日刊スパに寄せました高堀冬彦さんの論考に大筋においての異論はないんですが、タイムリープもの、まあ、かつてはタイムスリップものと言われたこの理解に関して、いささかの時代なるものを見つけてしまいました。高堀冬彦さんは気がつくとタイムリープものが増えているとして、これはワールドワイドな世界的な傾向で、日本映画にもそれが確認できると言っていくつか作品を挙げるんですが、その胃の一番に挙げたのがジュブナイルでした。ジュブナイルはゴジラマイナスワンでアカデミー賞の視覚効果賞を取りました世界のたかしこと山崎たかし監督の作品ではあるんですが、これ2000年に封切られた、20世紀の最後の最後に封切られた作品なんです。今から24年前となりますと、若い世代からするとおぎゃーと生まれてもいないような時代の話です。タイムリープものについては浦島太郎を入れるかどうかともかくとしまして、昭和時代からの定番ネタだったんです。一例を挙げるならば、原田知世さんがというと世代が分かれるんですけれど、時をかける少女に戦国自衛隊です。ただそれでも今タイムリープものが増えているとするんであれば、そのバックボーンにあるのが、まあ、重要な背景情報として挙げられるのは異世界ものです。異世界ものが一つのジャンルとして定着したこと、これも重要な背景情報になるんです。異世界ものとは転スラと略されることもあります。転生したらスライムだった件、これに代表されますように、生まれ変わったら〇〇になるだとか、ある日扉を開けたら知らない世界とつながっていたとかというもので、こちらの異世界居酒屋ノブなんかもこのジャンルかと思われます。これらについてはオタキングこと岡田斗司夫さんがゴジラマイナスワンと同じくアカデミー賞を受賞しました宮崎駿監督の君たちはどう生きるのか、これも異世界ものに入るんじゃないかとご自身の YouTube チャンネルで解説されておりました。日本国内ではもう異世界ものというのは一つの定番ジャンルになりましたが、アメリカの方ではこの理解が進んでいないことが、今回のアカデミー賞において宮崎作品において有利に働いたんじゃないかという見立てです。転スラ、転生したらスライムだった件は、今から11年前に小説投稿サイト小説家になろうと、ここで連載が始まったことから考えますと、まだご存知ないんですかという気はしなくもないんですが、しかしこれはこれまで辿ってきたジャパニーズコンテンツの道のりでもあります。例えば日本の漫画誌っていうのは右開きと呼ばれるような、こういう開き方になってるんですが、海外のそれは逆だったりとかするんです。だからかつて海外で売られている日本のコミック誌の場合には、漫画の読み方というページが、まあ、関東だか巻末だかにあって、はい、右から開いて読んでってくださいねという解説があった。ただ最近ではその解説なしの日本のコミックが売られるようになったと SNS で話題になっておりました。かように理解が広まるまでには時間差があるんです。そしてそれこそがまさにタイムリープものの魅力の一つなんです。それはそのまま TBS のドラマ不適切にも程があるにも接続するんですが、
このふてほどについて、この番組で取り上げた話題についての答え合わせをしてみようかと思います。以前この宮脇チャンネルカッコ仮でふてほどを紹介した時に、現代イズメディアで紹介されていたこちらの論考を紹介しております。不適切にもほどがあるの主張を脱落する若者がいる理由は、昭和ネタがわからないからではない。フリーライターの他校若子さんによるもので、安倍貞夫さん演じる主人公の小川一郎さんの言動にネチネチ、あ、いちいちというか、ただか面白いお話をされておりました。これ、不手ほど、不適切にもほどがあるに習いまして、昭和的表現をするならば、まるで小獣のようなといったところでしょうか。一例を挙げますと、ドラマの中でセクシャルハラスメント、これの解決策として主人公の小川一郎さんが、みんな自分の娘だと思えばいいという提案をしました。これに対して他校若子さん、家族だから問題があるんじゃないか、それでいいのか、なんてね、うざがらみをしておりました。シロコがこう言ってます。ドラマ関西文化圏で言いますと、漫画やでというもので、あくまでこの作品はフィクションですという話で、それは主人公の、そして脚本家の作品における回に過ぎないんです。多様性とは一言で言いますと、みんな違ってみんな良いっていう話です。全員が文句を言わない、それなりに納得する最大公約数とは似て非なるものなんです。みんなで一緒に過ごさなければいけない学校だとか職場だとか、みんなが使う公共の施設と、その同じものを使っていて、その場では同じルールがあっても、そこで感じることが違う、すなわち個人の感想ですというのは別物だという話です。もちろん私はフリーライターの他校若子さんのお気持ちを尊重しますが、それと社会的なことというのは、ぶっちゃけて言いますと、混ぜるな危険という話なんです。さて、それでは答え合わせの時間です。見出しにありましたように、主張を脱落する若者がいると他校若子さんおっしゃっておりました。記事よりその理由を紹介します。ある媒体が主催するドラマ座談会に参加し、そこでふてほどは40から50代以上が盛り上がっている一方、20から30代の若い世代で脱落者が多いという話になった。昭和あるあるの小ネタ、小さいネタですね、が理解できないからと思ったが、話を聞いていくと、差別やハラスメントの描写を見ていられないという理由が多かった。ここで時を戻れとばかりに、テレビコラムニストの高堀冬彦さんの日刊スパの記事の見出しに登場していただこうと思います。それは、不適切にも程がある、コア視聴率で1位、急増するタイムリープ作品が若い世代に歓迎されるわけ。コア視聴率とは、13歳から49歳までの個人視聴率です。テレビ界隈では総じてここが若者層となります。不定報道は第7回までの平均値で、今期のドラマにおいての視聴率1位、2位じゃなく1位だったんです。3月に入りまして、10代の視聴率に限定しますと、桜井翔さん主演の日テレの新空港選挙が1位になっちゃって、2位じゃダメなんですかとばかりに2位になっちゃっておりますが、高堀冬彦さんは SNS 上で確認される若者は見ていないという声について、データ上では確認されないと指摘されております。その上で、高堀冬彦さんの指摘を記事より紹介します。昭和期を知らないとわからないギャグがあり、だから若い世代はついていけないといった声もあるが、それも取り越し苦労だろう。確かに第1回に登場した、これはふてほどの中の第1回ですね、アクシアのクロームテープ、メタルテープや、第2回でのクラリオンガールは若い世代にはわからない。しかし1970年代の子供文化が次々と登場するフジテレビのアニメちびまる子ちゃんも、主な視聴者は子供たちなのである。高堀冬彦さんのおっしゃる通りです。アニメちびまる子ちゃんというのは、実は2シーズンに分かれていて、最初のシーズンは西暦でいう1990年平成2年に始まりました。あのお立ち台とセンスで一世を風靡しましたジュリアナ東京は、その翌年の1991年の開業なんです。いわばバブル絶頂期の時に、西城秀樹さんや山口百恵さんが現役のアイドルとして作品の中で紹介されていた、それがちびまる子ちゃんの世界観だったんです。
昭和が終わり平成を迎えた時に昭和50年代の世界観がちびまる子ちゃんで、それがバブルの時ですよ、大人気になったんです。そして今もフジテレビで放映されております。さらに高堀冬彦さんは、見る側には未知の世界が描かれている、これが新鮮なんだと指摘します。その上でこんなこともあろうかとばかりに紹介するのが、あのバックトゥーザフューチャーパート1です。バックトゥーザフューチャーのパート1が公開されたのは昭和60年、西暦でいう1985年のことです。マイケル・ジェイ・フォックスさんが演じましたマーティー、彼がタイムリープしたのは当時1985年の世界観から見て30年前の世界だったんです。今からおよそ40年前の若者、当時の若者が、その当時の時点で30年前の世界を描いたバックトゥーザフューチャーを見るのに映画館に足しげく通っていたんです。作品の中でまだ学生だった主人公マーティーのご両親の恋のキューピッドになるために、主人公マーティーがダンスパーティーでギターを借りて弾き出したのが、あのジョニービッグッドです。言わずと知れたギターヒーロー、チャックベリーの曲なんですが、今時基準のポリコレならば、黒人のチャックベリーの曲を白人のマイケル・ジェイ・フォックスが盗んだ、文化盗用だなんて七面倒くさいことを言われてしまうのかもしれませんが、40年前でもすでにオールディーズと紹介されていたチャックベリーのジョニー・ビッグッドに、バックトゥーザ・フューチャーを通じて40年前の若者は出会うことができたんです。そして今の令和の若者が、キョンキョンであったり、トゥナイトという不適切な番組が放送されていた時代もあったということに出会えるということです。シロがこう言ってます。見てないけど。直近放送の3月15日の放送回では、一回しくじったらダメですかという副題がつきまして、SNS でのクレームによって出演機会が奪われるという曲穴が登場します。過去の一夜限りの、ただし二度の不適切なちょめちょめな関係、これへのクレームが入りまくって出番がなくなるっていう設定なんですけれど、そこのクレームで象徴的に使われていたのが、見ていないけど、あいつを出すな、反省していない、見ていないけど、まあ、こんなフレーズが繰り返されるんです。見ていないけど文句を言う、こうなりますとノイジーマイノリティなんかでもなく、クレーマー、ただのクレーマーです。いかんあかん、けしからんの自粛警察と同じような話です。ただ少しだけこれで真面目な話をしておきますと、このクレーマーに過ぎない存在が世界中各国の選挙に SNS を通じて介入しているとニューズウィークは伝えておりました。今これをナノインフルエンサーと呼びまして、小さな嫌がらせを継続的に続けることで一定の存在感を発揮しているというんです。これは情報構造がフローからストックに変化したこと、そのマイナス面で、クレーマー一人一人は微力でも繰り返すことによって無力じゃなくなっちゃってるという嫌な話です。これに対抗する一つの手段が、不手ほどというドラマが示した現実です。昭和の若者にとっては過去のことであっても見たことがないならば新しいことなんです。これを温故知新とはいささか言い過ぎでしょうか。何かというと、若者が高齢者がという分断ではなく、お互いに歩み寄ることで分かり合うことができるということです。するとむしろ分断を生み出しているのは誰か、若者が高齢者がと繰り返す何か、そして世の中を世代が、年齢が、そして肌の色がなんてね、そんなもので区分けして、それぞれを引き離すものが過度なポリコレであるならば、その過度なポリコレとやらを、消えたやったとすれば、というよりも日本社会で海外基準のポリコレの必要性はなかっただよね、というような気がするんですが、いささか不適切な表現があったらお詫びしておく春分の日の今日この頃でございます。不手ほどこと、不適切にはほどがある、これネット配信でも大人気のようで、プロデューサーさんはこれまで視聴率がとなってたけれど、やっぱりネット配信の方もという形で価値観が変わった、そんなお話をオリコンニュースの取材に答えていました。放送された終わりではなく繰り返し見てもらえるということで、これもフローからストックへの変化です。
昼の長さと夜の長さが変わっていくように時代は変わっていくんです。しかし変わらないものもあります。だからこそ我々はあくまで是々非で、そしてお互い様おかげ様をもちまして頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、違いますね、一緒にグータッチ、そしてチョキを出したあなた、チョキタッチありませんが、いつも心は大切、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。